る三つの赤い橋は一つ目が過去で二つ目が今三つ目の橋で君が転びそうになった時初めて君の手に触れた僕の指手を合わせた後で君はみくじを引いて大吉が出るまでともう一度引き直したね上り詰めたらあとは下るしかないと下るしかないと気づかなかった天神様の細道裏庭を抜けてお石の茶屋へおって君が一つ僕が半分梅がえ餅を食べた来年も二人で来れるといいのにねと僕の声に君は答えられなかった時間という木の思い出という落ち葉を拾い集めるのに夢中だったね君あなたがもしも遠くへ行ってしまったら私も人よで飛んで行くと言った忘れたのかい飛び梅あの人同じように今鳩が舞う東風吹けばこち吹かば君はどこかで思い起こしてくれ